皆さんこんばんは、カプリです。ただいまです。今帰ってまいりました。今日の数はまず多いお茶、あ、そしてデザートにね、これを買ってきましたよ。モカコーヒーラテ。美味しそうでしょう。これ冷蔵庫に冷やしときます。今日はですね、うち地元でまた食べる動画ですけど、地元で有名なとんかつ屋さんのヒレカツ弁当を買ってきました。そしてこれがね、美味しいんですよ。もうね、1ヶ月に1点は食べたくなる。ちょっと見せますね。こんな感じ。見えますかね。それと、これに豚汁がついてます。ついてます。これはね、美味しいんですよ。本当に美味しいんですよ。このね、タレが、私からしはつけないんですけど、タレがもうこの秘伝のタレですね。タレをね、あ、これはパセリはいらないな。冷蔵庫入れていきます。よいしょ。じゃあいただきます。ヒレカツ弁当です。うん、美味しそう。うん、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 美味しい。うん、豚汁も熱い。いっぱい入ってます。キャベツ、ん？なんで自分で作らないのかって、一人暮らしはね、作るとね、お金がかかるんですよ。食べ物ばっかりの動画ですみません。今日はちょっとまたお疲れモードです。じゃあまた、また何かあったら、あ、
そうだ、これ昨日買ったやつ。これ中ね、すごくこんななんかね、ビーズみたいな一個一個食べてるとね、アンドしちゃうんですよ。あ、コーヒー買ってくるの忘れた。あ、そうだった、コーヒー買うの忘れた、うん、じゃあまた。じゃあね、皆さんはいかがお過ごしでしたか。じゃあねー。